起きて、君の大切な人が戻れなくなる。大切な人絵がそれほどの力を持つとはな。絵は血を糧とするものが食料として買う魂のない人の形をした長い物。お前が主人か。いや、まさかあのハンターのものか。スバルがあんな奴に血を与えたから。違う、彼は本当にいい子なんだ。サクラちゃんを守って羽を探そうと一生懸命で。右目の封印が切れたか。あれは捕らえたクローリードの血筋であるシャウランを元に作った写し身、羽を集めるために。羽をクロウ国の姫に戻すためなら何事も厭わぬように、阻む者は全て排除する、そう作った。しかし本体であるシャウランは慈しみに己の心を移した。その目に込めて抵抗する本体を再び魔力で拘束し、慈しみの右目を取り除こうとしたが、さすがはクロウの血筋、魔力を込めた目を取り除けば慈しみも滅する。本体と同等の力を持つ者は何度も作れるものではない。それにたとえ他者の心が宿っていても、羽を集めるという目的さえ違えなければ良いだけのこと。だからそのまま手放したのだ。時を読み場を読み、慈しみがクロウ国へ行き、遺跡の力の鍵となるあの姫と出会うべく、道筋を間違いなく歩めるように。全ては決められた道筋通りだった。あの魔女が阻むまでは。左目を与えたことでシャオランの魔力は半減した。だから時が流れ成長し、フェイワンが施した幽閉の印を破れるまでずっとあの子は待っていた。己の自由と時間を対価として。フェイワンの魔力は強い。シャオランと同じクローリードの血筋で彼に次ぐ力の持ち主。それにフェイワンは夢を叶えるためならきっとどんなことでもするわ。けれどそれを邪魔するのは干渉できる範囲を超える。私がフェイワンの元にいるシャオランに手を出せなかったのも同じだから、私も待っていたわ。シャオランが目覚める時を。でもそれは同時にもう一人のシャオランの右目の封印が切れることも意味する。もう一人のシャオランに与えた心がシャオランに戻ってしまうから。シャオランは間に合うのか。その魔女のもとにシャオランを送ったのはお前だな、シンフォ。お前の元を考えるとそれも仕方のないことかもしれん。それに所詮お前も失敗作だ。もう聞こえぬか。お前、これが人間じゃないと知っていたな。抑えてはいるが相当の魔力の持ち主だろう。お前たちは心とか言うんだったな。それが誰かから与えられたものだということも知っていただろう。右目の魔力が消えかけてる。
誰か来る。別の世界から。あのハンターじゃない。もう一人のシャオラン君が来る。右目の魔力が消える。その心は君のものだ。君とさくらちゃんや君を愛する人たちで作った大切なものなんだ。だからなくしちゃいけない。あれからさっきまで感じていたのと同じ気が近づいてくる。この世界に羽はあれだけか。魔術を掴んだ。その目が魔力の源か。羽を取り戻すためにそれも必要か。都庁を守っている結界が消えました。地下貯水槽に何かあったようです。許可なく武器を持ってここには入れません。チェ、なんだ。おそらくこの水の中にある魂の元へ移動したのだと。黒金、シャオランとパイが水から出てこないの。何？右目ももらう。そいつをよこせ。魔力の源は両の青い目。両方取り出せば用はない。よこせ。やめろ。腕が折れたのに。体の痛みを感じていないみたいだ。心の痛みも。シャオラン、クロガネ、ファイ。お前、小僧じゃねえな。気配が違う。けど違うやつじゃねえ。羽は取り戻す。必ず。ファイの感じがする。今のファイの魔法なの？こいつの魔力も食ったのか。羽を取り戻すために必要なものは手に入れる。邪魔者は消す。こいつはお前とあの姫のために変わったんだ。お前たちが少しでも笑ってられるように。聞こえねえのか小僧。